おはようございます、えー。今日の話は、町ライブラリーの作り方という磯井吉満さんの本の中から、町ライブラリーとは、という話です。真羅万象、これみ皆、死なり、という言葉があります。この世にあるすべてのものは師匠となり得るんだ、ということです。私は自分の子供ぐらいの26歳の若者だった智弘さんから、自分の人生が大きく変わる刺激を受けました。 こういうことはきっとどなたにも起こりるはずです。逆に、いくつになっても若々しく前向きに生きている高齢者の方に出会うと、老け込んでいる場合ではない、もっと頑張らなくてはと思うこともあります。このように身近な人から学び合うと、自らの行,行動につながりやすいのです。世代や性別を超えて長く続けられる学び合いの関係を作ろう。深い付き合いができる学び合いの縁、学縁が、 ラライブラリーの目指すすところですマイイクロライブラブリは大きく分けて5町の図書館を作って本を貸し出しできる環境を大切にしている人たち分類2本のテーマや利用目的を大切にしている人たち分類3利用している場所を活性化するために本を置く人たち分類4公共図書館と連携しながら成長する人たち 分類後、本で人と出会うコミュニケーションを大切にした人たち。この分類さんではですね、利用している場所を活性化するために本を置く人たちですが、活動の場所を活性化しようというタイプの図書館はあります。渋谷のコバライブラリもそうですし、下北沢オープンソースカフェもそうです。 この二つはコーワーキングスペースと呼ばれるシェアオフィスを運営されていますその仲間同士の知識や持っている技術や活動の様子を紹介する本棚を作っているのが特徴です渋谷のコバライブラリーでは黒板に本を差し込む本棚が作られていて本を持ち寄った人がなぜ持ち寄ったのかなどを書き残しているのが特徴です単に本を置くのではなく本を通して仲間同士で情報を交換しているようです下北沢のオープンソースカフェもユニークな図書館です マンションのガレージをコーワーキングスペース兼図書館にしています。主催者の河村さんと地蔵さんは、システムエンジニアで、すべての本棚を図書館にするリブライズという本を登録するシステムも開発されています。誰もが図書館のスタッフのように、本を簡単に登録し、貸し出しをするシステムを開発し、提供されているんです。 このようにプログラムに精通する二人の元にはフリ,ーフリーのシステムエンジニアが仕事場所として立ち寄ってくるようになったのですそれらの人を中心に本の貸し出しをしていく中で図書館にすることを思いついたそうですじゃあ今日これで